はいみなさんこんにちは。みーちゃんのつぶやきです。今日はコストコのデリカの新商品、グリルペッパーチキンサンドイッチの紹介をしたいと思います。値段は量り売りの商品になりまして、100g あたりは171円で、僕の買ってきたのは2310円でした。これなんですけど、これ、デリカの新商品で、なんか新しいサンドイッチ出てると思って、 ちょっと前のメールマガジンでもこんな感じで紹介してまして胡椒が香る鶏胸肉とキャロットラペのクロワッサンサンドですなんて書いてありまして以前にこれなんかパーティーメニューでハイローラーと一緒に入ってるのを見たことあるんですけどちょっとそれに似てるなーなんて思って美味しそうだなぁと思ってこれは買わねばと思って買ってきました 横から見るとこんな感じで、これ、クロワッサンのサンドイッチなんですけど、巨大なコストコのタッパーに4つ入ってるんですよね。だからもう巨大なクロワッサンのサンドイッチで、パッケージは横のところにこのように2箇所ポッチがついてまして、ここのところをパカッと開けると、このように開きまして、 中にはどっさりクロワッサーのサンドイッチが入ってる感じになります。蓋を開けるとこんな感じで巨大なクロワッサーのサンドイッチがドーンとこんな感じで入ってまして真ん中にはマスタードソースが入ってました。横から見るとこんな感じでグリルペッパーチキンっていうんですかねスパイスの効いたチキンとちょっと具材が見えました。 一つ取り出してみたのがこんな感じなんですけど、もう本当に具材がたっぷり挟んだって、正直このまんまだと具材が多すぎて食べづらいぐらいの感じでした。もうこんな感じでグリルペッパーチキンもはみ出しちゃって、すごいいっぱい入ってました。上の蓋というかクロワッサンをどかしてみたのがこんな感じなんですけど、チキンがどっさり入ってまして、 これだと全体が分かりにくいので、とりあえずチキンをこのように溶かしまして、他の具材はレタスとトマトとキャロットラッペが入ってまして、野菜もたっぷり入ってました。それでレタスの下にはそのまんまパンが引いてありました。一個のサンドイッチの具材は全部でこんな感じなんですけど、もう一個食べたらもうほんとお腹いっぱいになっちゃうぐらいの 量がありましたそれでこのマスタードソースをこのようにパンの一面に塗りまして挟みましてそれで全体を見てもらうのに半分にバッサリ切りましてこれがサンドイッチの断面になりますいやー美味しそうですよねそれで味の方なんですけどまずそれぞれの具材を別々に食べた味の感想から言います まず、この味付けの鶏肉のグリルペッパーチキンなんですけど、鶏の胸肉を使ってまして、見てもらうとわかるように、全然パサパサしてなくて、すごいしっとりしてて、それと香ばしい感じで、ブラックペッパーが効いてて、すごいスパイシーな味付けのグリルペッパーチキンでした。次に、このクロワッサンなんですけど、 大きくてしっとり柔らかいクロワッサンで野菜とかスパイスの効いたチキンで挟まれてて一緒に食べるもんですからあまり主張はしないんですけどよく噛み締めて食べるとバターの風味のする感じの香ばしいクロワッサンでした次にこのキャロットラペなんですけど甘酸っぱくてすごいシャキシャキの食感で スパイシーなペッパーチキンと甘酸っぱいキャロットラフェがいいアクセントになる感じでこれもたっぷり入ってて美味しかったです次にこのトマトとレタスなんですけどグリルペッパーチキンに負けないぐらいたっぷり入っててサンドイッチ全体で見た時にも野菜たっぷりのサンドイッチって感じで食べ応えもあって美味しかったです次にこのマスタードソースなんですけど あまり辛くない感じの辛子マヨネーズって感じでサンドイッチ一個一個が大きいので半分ぐらい食べるとちょっと味に飽きてくる感じがあってそれぐらいのタイミングで塗ると味変になってちょうどいいなっていう感じがしましたそれで全体的な味の印象なんですけどスパイスの効いたたっぷりのグリルペッパーチキンと甘酸っぱいキャロットラペと たっぷりのレタスとトマトのもうコストコらしい豪快なサンドイッチって感じで味もペッパーチキンと甘酸っぱいキャロットラペとそれと味変でマスタードソースもついてるんで大きいんですけど飽きずに食べられるコストコらしいスパイシーな豪快なサンドイッチって感じですごい美味しかったですそれでごちそうさまということですね 今日はコストコのデリカの新商品グリルペッパーチキンサンドイッチの紹介をしました。いやーもう一個一個豪快で食べ応えもあって味もメリハリがあってすごい美味しいサンドイッチでしたんで皆さんもよかったら一度お試しください。チャンネル登録、いいねとよろしくお願いします。今日はこれで失礼します。ありがとうございました。